今回はこのような発表をさせていただく機会をいただき誠にありがとうございます。長崎大学における RPA の導入経緯と具体的事例として、前半の RPA の導入経緯については池野が、後半のロボット作成の具体的事例についてを清水が説明させていただきます。それでは早速説明に入らさせていただきます。長崎大学では最初に平成31年4月から2年間の期限を切って大学全体の業務改革を推進するにあたり、170件以上の業務改革改善提案や事務局の組織改装とともに RPA をその大きな柱としてプロジェクトをスタートさせました。その業務改革の体制は事務局長を本部長とし、事務部の部長による業務改革推進本部のもとに、大学全体から業務改革タスクフォースとして集めたものと、 RPA プロジェクトメンバーを選定し、大学全体の業務改革を目指してプロジェクトを進めてきました。本学の RPA の導入経過としては、専攻大学主催の説明会などへ参加し、他大学の取り組み状況を考慮に入れ、 RPA テクノロジーズが取り扱っているビズロボを導入する方向で検討を進めることになりました。その後、学内への周知及び RPA 人材の育成を進めてまいりました。毎回100名以上の参加があり、関心の高さを伺うことができます。研修では合計で20名の職員をロボット開発者として育成し、令和2年4月から本格導入を実施しております。現在50体以上のロボットを所有しており、そのロボットを実際の業務で使用するための環境整備が喫緊の課題となっております。時間の関係もありますので、令和元年度2年度で本学が開発したロボットについて名前だけ挙げさせていただきます。名前からでもどの大学でも実施している業務に関するロボットであることがわかると思います。こちらの方法が令和元年度で、こちらの方が令和2年度に作成したロボットになります。事務の職員だったら、あの名前を見たらわかるものが多いと思います。本学では RPA の導入の課題として、ペーパーレス化などの環境整備、導入後の効果検証、人材育成や予算確保などの体制整備などについて課題となっております。まだしっかりとした体制が整備されておりませんので、今後早急に対応が必要と考えております。とはいえ、 RPA プロジェクトチームの頑張りが評価され、その取り組みについて学長から学長特別賞をいただくことができ、学内でのさらなる注目を集めることができました。以上が簡単ではありますが、本学の全体的な導入経緯の説明とさせていただきます。それではロボットの作成の具体的事例について清水の方から説明させていただきます。これより私清水より、実際の RPA ロボ作成について、ご説明させていただきます。ロボ作成の経緯としては、まず、コロナ禍により海外から日本へ入国するもの、特に新入留学生の健康管理のために、到着空港付近に2週間待機していただき、待機期間中、土日祝日を含み検温を行っていただき、健康状態を厚労省へ報告する必要がありました。業務フローとしては、まず、新入留学生に、毎朝検温してもらい、体温と健康状態を、ホームで大学に回答していただきます。大学は、留学生からの回答を確認し、LINE で、学生の健康状態について厚労省へ報告します。国への誓約書で健康状態の報告は学生にとっては義務となっていますが、学生相手ですので全員が毎朝確実に回答してくれるとは限りません。そこでフォームの回答を集計した、スプレッドシートで回答状況を確認し、未回答者へは、大学からリマインドを行い、可能な限り対象の留学生全員の健康状態を厚労省へ毎日報告する体制を構築する必要がありました。今回のロボでは、厚労省への報告については外部のアプリケーションの LINE で行うため、 RPA ではリマインドメールまでを行えるようにしました。まずなんですけど、 RPA の特徴として、よく単純作業をスピーディーかつミスなく確実に行うことができると言われますが、私もそうでしたが、なかなか単純作業といってもどこまで RPA でできるのかがイメージがしにくいと思います。
RPA でロボを作成してみて、私個人が思う RPA 化可能な単純作業は、新卒職員に依頼するような案件すべてだと思っています。RPA の基本的な動作は、ワードやエクセルのデータを読み込み、デスクトップ上内のアプリケーションに出力することだと思います。また、ウェブや他アプリケーションからのデータを読み取ることも可能ですが、ウェブ上内のすべての情報を読み取れるかというとそうではなく、対象とするウェブやアプリケーションとの相性もあります。ですので、例えば財界システムにおいては、ワンクリックでエクセルデータを転記する RPA を作成することができます。これらが基本的な RPA の機能です。以上の RPA の基礎的な動作を踏まえて、今回のロボ作成において直面した問題と、その解決策について説明いたします。これにより、どういった業務を RPA で行うことができるか、イメージをつかんでいただくきっかけになれば幸いです。まず、一つ目ですね。留学生からのフォームの回答を集約しているスプレッドシートを読み取ることができるか、スプレッドシートと RPA との相性についてです。基本的な機能では相性が良くなく、RPA が思うように機能しませんが、Chromium という機能を使用することで可能となります。Chromium は、ブラウザー上でデスクトップオートメーションのような操作を可能にさせる機能です。実際のデスクトップではなく、ブラウザー上で動作させるので、自分のデスクトップでは別の業務を行いながら、並行して RPA を起動させることも、この機能のメリットの一つです。続いて、土日祝日に、職員に代わり、未回答者へ、リマインドを通知させる必要があるため、手動でのクリックではなく、自動で RPA を起動させることができるかについてです。これは、カプレットという機能を使えば可能です。タイマーのように、RPA を起動するタイミングを設定できます。これはカプレットの設定画面です。このスケジュールですと、毎日ですね、月曜から日曜の間、12時に RPA を自動で実行することを示しています。このロボ開発により、土日祝日も毎日一定の時刻に職員に代わり、未回答者にリマインドメールを流してくれるので、担当者はリマインド後の回答時刻過ぎに、提出を確認し、厚労省へ状況をスムーズに報告できるようになります。毎日ですね、これにより10分未満で本業務が遂行できるようになりました。また今回は、今示してあるのがスケジュール一つしか設定していないですけど、同一のロボに複数のスケジュールを設定することも可能です。こちら RPA 開発者として感じたメリットとデメリットについてです。メリットとしては、ウェブとの連携、プログラミング知識が不要であること、属人的な業務フローの可視化、人為的ミスがなく深夜、休日問わず稼働できることです。デメリットとしては RPA 独自の、知識が必要であり、またエンジニアのサポートも、必要だと思います。また導入コストやランコストもかかることかなと思います。ここからは業務改革についてなんですけど、いろいろな考え方があるかと思いますが、たまに見る業務担当の変更、ストレートに言うと業務の押し付けでは、大学として業務量を減らすことにはならないと思っています。例えば、A 部署の業務が他部署に業務改革の一環として業務担当が移行したとします。大学の業務削減と言えるかというと、答えはノーだと思います。A 部署の業務源から他部署の業務像を引いて、プラスであれば、大学の業務削減であり、マイナスであれば、業務が逆に増えたことになると思います。仮にプラスとなったとしても、まあ、引き算ですので、実質的な業務改善は、小規模になることが多いと思います。私自身、業務改革とは業務時間の削減だと思います。ただ、短期の一時的な業務時間の削減だけに注目し、目先の、改革を優先するあまり、このような業務の押し付けが、起こってしまうのではないかと思っています。中長期的な視点で、業務時間の削減を考えた場合、大きく業務量と労働力の2つのファクターに分けることができると思います。それぞれのファクターに効率的に影響を与える手段はいくつかあると思いますが、一番小さな力で業務時間の削減を実現するには、大きな2つのファクターの共通項に存在する策を講じることだと思います。その1つとして、ロボによる業務の削減と労働力の向上を可能とする RPA は、有効な手段の一つと思います。
また大課案として職員へのマクロ教育でもいいかもしれませんし、業務内容などシステム的に大きく変えるようなデータのプラットフォーム化、一元化でもいいと思います。以上、少し足早になりましたが、長崎大学からのプレゼンテーションは以上になります。ご清聴ありがとうございました。